西久保博光西久保博光は CM ディレクター、CM プランナー。1935年に上海市で生まれ、1945年の敗戦後に兵庫県姫路市へ引き上げ、その後神戸市灘区で育つ。神戸市立高城を中学校時代に親友であるギャラリスト西岡津と藤本博梅津和夫、水谷武子らと共に漫画サークル、 海満クラブの設立に参加。兵庫県立神戸高等学校卒業後、阪急百貨店、大阪コマーシャルフィルムを経て、中学時代からの親友である西岡つとの紹介により、フォルムガロへ就職。交通事故により片目を失明し退職。その後、柳瀬次郎が立ち上げた日本テレビジョン株式会社に就職し、テレビ CM、ディレクター、プランナーとして活動。 全日本 CM 放送連盟賞の第7回印象及び1967年カンヌ国際映画祭の CM 部門で入賞したクラレ、クラリーノのテレビ CM など数多くのテレビ CM 制作に携わる。1985年8月の日本航空123便墜落事故により多くの仕事仲間を亡くし独立。西久保 CM 工房を大阪市北区に立ち上げる。 中島山の著書、菊では、広告の達人として一章を割いて紹介されている。ありがとうございます。